夢ラジオ第1113回、今日は平成30年3月3日土曜日です。時刻は午後5時半、横浜港北、空は今日午後から曇って、で今5時半、太陽は全く見えませんが、空にまだ光がありけれど、街の灯もポツポツつき始めました。午後、緑道走りに行ってから帰ってきての夢ラジオの放送です。普段土曜日の夕方、自由が丘でお仕事やってるんですけど、今日はお休みで 夢ラジオですね。3月1日から急に横浜あったかくなり、今日もそうでした。コートはいらなかったですね。ひな祭りの日、3月3日。まあ私にはあんまり関係のない行事です。さて、1113回目の夢ラジオ、今回はリバタリアニズムと移民問題取り上げます。リバタリアニズムと移民問題。リバタリアニズムについては、この夢ラジオで割と集中的にいろんな学者さんの理論紹介しながらお話ししてきました。だから大体まあリバタリズムってこんな感じかなと。ですからまあ夢ラジオをお聞きになって、でそこら辺の図書館に行ってリバタリアン入門とかリバタリアンのすべてみたいなパラパラッとめくったら、おっと、10分ぐらいで読めると思いますね。結構詳しくお話しいたしました。で、しかもそのリバタリアニズムの紹介において、まあ、わりかし好意的にお話もしましたね。政府や国家は小さい方がいいと。政府や国家が介入するとろくでもないことになると、というかろくでもないことになる場合が多いと。個人が自由な創造性と発露で、自発性の発露で、それぞれの場所で最大限の努力した方が、そして国家だの政府だのの規制はなければない方が一番いいと。その方が文化も花開く。魅力的なコミュニティも出来上がる。で、政府とか国家が小さくなれば、当然、納める税も少なくなってきますので、それがますます、経済を活性化させますね。だから経済的にはこのリバタリアニズム結構首尾一貫していて、ですからフリードリヒ・ハイエクに始まり、ミルトン・フリードマン、こういった、まあ、面々ですね。自由な経済活動、税は少ない方がいい、できたら徴税なんかない方がいい、中央銀行必要ないという、こういう理論。ただしですね、このリバタリアニズム、まあ主にアメリカで盛んな政治哲学なんですが、このリバタリアニズム、あるいはリバタリアンたちの歯切れが途端に悪くなるのが実は移民問題なんですよ。
でね、そのリバタリアンの考え方からすると、一番大事なことは人に干渉しない、あるいは人から干渉されない、個人の身体および個人の財産、この身体や財産の権利が不可侵である、まあ、これが一番大事なことなんですよ。ってことは、国家というのが、まあ、どのようなものであろうとあんま関係ない。なぜならばない方がいいと思ってんだから。するとですね、例えば移民ということを考えた場合、その移民の労働力っていうのは先進国よりも当然低く働いてくれるわけです。それでも喜んで働いてくれるから移民なんです。するとその移民の労働力をぐっと入れて、社会の中にね、そしてその彼らでもやってくれる、その最低賃金みたいな仕事をドーンとやらせて、ほんでその他のクリエイティブな仕事はその先進国の住人がやる、市民がやると。社会が階層化しますが、そんなもの知ったことかと。移民は来たいから来たんです。こういう感じね。そしてそれによって分業がしっかり行われれば、効率よく行われれば、ますます経済発展いいなと。ですから、リバータリアニズムによると、移民にも自由はあるわけで、ね、移民にも自由はあるわけで、入ってきたいならどうぞと、移民を例えば規制する、それは規制だ、それは自由の不可侵に抵触する、そして受け入れる側でも、お隣にどんな移民が入ってこようと別にってやつですね。大事なのは個人なわけですから。そしてその移民がですね、例えば夜うるさいと、例えば公園で集まっていると、例えば音楽をガンガン鳴らしていると、例えば女性を4人も5人も妻に迎えていると、例えば子供が20人いると、別にそれは自由ですよと。そして、なんて言いましょうか。それが嫌なら別な共同体に行くべきなんですよね。リバタリアンたちは。それが嫌なら、もっと、ね、その移民のいない、そういうコミュニティに行けばいいだけのことです。という、そういうことになるんですよ。ただしですね、さっきからお話ししている自由ですよ、そして移民についてもというのは、あくまでもリバタリアンの考えを、まあ、理想的に言えばの話であって、実はリバタリアンの大部分は、現実的には移民問題については非常に保守的です。すなわち入ってきてもらうのは嫌だと。国にも共同体にもね。つまりその移民は来てほしくないという、そのことにおいてリバタリアンは保守的なんですよ。そしてそのリバタリアニズムから言えば、移民にも入ってくる自由あり、そして移民が入ってきてそのコミュニティが嫌なら出ていけばいいという、このリバタリアニズムの王道と言いましょうか、リバタリアニズムの筋から言えば、この移民入ってきてほしくないという大部分のリバタリアンたちの姿勢は実は矛盾してるんですよ。ですから放送の最初でも話したリバタリアニズムの一番の弱点というか、リバタリアンのね、弁舌爽やかな人多いんですけど、リバタリアン途端に歯切れ悪くなるのはこの辺ですよ。移民問題嫌なんですよ、入ってこられるのが、あるいはそばに来られるのがね。そしてこれをリバタリアンたちが一体どう理論的に解決しているのか、あるいはどう感情的に解決しているのかは、実はまだ分かりませんという、そういう状況なんですよ。
ですから今回の放送でね、指摘しておきたいのは、リバタリアンにとってのアポリア、難問、それは移民問題。これはなかなか片がついていない。しかも移民問題は感情に非常に根付く問題、感情に関わる問題なだけに、いくら頭でね、リバタリアニズムの理論はこうよと分かっていても、嫌なものは嫌っていう、そういう感じに、なってもくるんです。ただしですね、やっぱリバタリアニズムの正論を言うなら、移民は入ってきてもらって、そして自由に生きてもらって、そして経済活動にも参加してもらって、そしてみんな一緒に豊かになりましょうと。それで国が無国籍になっても知ったことかと。ただし何度も言いますが、大部分のリバタリアンたちはそんなの嫌だと。自分たちの共同体には、その自分たちの共同体の伝統や歴史や諸々があって、それは壊してほしくないし、ましてや全く習慣や伝統の違う人が隣にドーンと来て、目障りなことはやめてほしい。そう思っているでしょう。例えばね、リバタリアンにとって西ドイツと東ドイツが統一すること、これは良いことだったでしょう。リバタリアンにとって西ドイツと東ドイツの統一ね、これはそのリバタリアンがどこにいようともです。でもそれは統一ドイツという民族や国家が一致できたからよかったね、こうじゃないんですよ。全然民族だか国家だかをそもそも尊重しないのがリバタリアンなわけで、ドイツ民族もやっとこれで一つの国家になれたね、それで喜んだんじゃなくてね、リバタリアンが東西ドイツの統一を喜んだのは、ひとえに東ドイツにおけるもう目を覆うばかりの管理体制ね、監視体制、社会主義における自由のなさ、これが撤廃されたからなんですよ。ただそれだけのことです。国が統一した、民族が統一した、リバタリアンにとっては関係ないんです、正論を言うとね。あるいは香港問題についても、今度は逆で、香港が中国に一緒になる、これに対してリバタリアンは眉を潜めるはずなんですよ、正論を言うと。民族が一緒になるからいいじゃないか。いや、その香港が中国共産党の、これまたもうとんでもない、監視体制のもとに置かれそうだから、だからリバタリアンは反対と。民族とか国家はリバタリアンにとって直接関係のない話。だったら移民についても、それで無国籍の国家になろうと、つまり何国になろうが構わない、どんな感じの国家になろうと知ったこっちゃないというのが正論なんだけど、なかなか。そしてね、この辺りに、なんか日本にリバタリアニズムが全然根付かない、そういう理由も見え隠れしてきますね。つまり日本人って皇室っていうのをやっぱ心のどっかでいつも意識してるんですよ、やっぱり。それは皇室をどう思ってようとです。日本にいるとどうしてもどっかで皇室意識するし、皇室を素晴らしいと思ってる人も、いや別に皇室何とも思ってませんという人も、実は。そして日本という国については、日本というのはこれこれこういう国だよねっていうイメージをそれなりに持ち、共通してね、そしてそれを大事にしていこうともしてる。例えば和食を守ろう、日本文化を大切にしていこう、とうとう。そして日本の伝統、これの中にいて結構居心地いいとも思ってるのが今の日本人。そうするとですね、やっぱリバタリアニズムのさっきの正論、無国籍な国家になったっていいじゃないか、いやそもそも国家なんかどっちでもいいんだっていう、あれは日本人にはやっぱり受け入れられない、全然。
やっぱり日本は日本っぽく、日本人は日本っぽく生きていきたいし、そうなんですよ。ですから、このリバタリアニズムと移民問題っていう、この非常に難しい問題に日本人は直面しなくて済むんです。だってリバタリアンがいないから。だが、リバタリアンを名乗る人がいるアメリカ、あるいは欧州にも少数いますね。そういう方々は、リバタリアンとしての正論、つまり移民は自由に来て生活するべきだというこの考えと、おそらくはその方々の心の感情の部分にある、いや、あんまり違う人をそばにいてほしくないという、それとのやっぱ矛盾に引き裂かれるはずなんですね。で、そのリバタリアニズムと移民問題、これについての明確な答えをですね、あんまりリバタリアンから聞くこともない。つまり、ほったらかしてるんですよ。アメリカでも、欧州でもね。この夢ラジオで、まあ、これからも、今までもそうだし、これからもリバタリアニズム、これは注目すべき思想やと思いますので、お話ししていきますが、この移民問題について、アポリや難問があるということは、常に意識しておくようにしましょう。1113回目の夢ラジオ、今回はリバタリアニズムと移民問題取り上げました。放送している間にも空がゆっくり暗くなっていき、でもちょっと丹沢の稜線が見えてきましたね、ぼんやりと。で、街の明かりがどんどんつき始めました。今から土曜の夜、1週間で一番心落ち着く時刻、始まります。豊かに過ごしていきましょう。